どうも京志郎です。今日やっていくチュートリアルはこちら、写真をアニメ風にするチュートリアルです。写真をアニメ風にするチュートリアルって Google とかで検索してもらうと本当にいっぱいいろいろやり方があって、今日紹介するやり方が必ず正しいやり方というわけではありません。やり方のうちの一つであるというところですね。で、今回紹介していく動画がどういう位置づけにあるかっていうと、例えばボタン一つでアニメ化する方法があったりとか、逆にめちゃくちゃいろんなフィルターとか使ってアニメ化していく方法とか本当にいろいろあると思うんですけども、ボタン一つだったらもうちょっとクオリティがこれ確かにアニメっぽいけど若干クオリティ低いなっていう風になったりとか、フィルターをめっちゃいっぱい使って、アニメ化していく方法っていうのは確かにクオリティがめちゃくちゃ上がるんですけども、工程が多すぎて難しすぎて、聞いてもちょっと理解できない、やり方覚えらんない、違う写真になった瞬間なんかよく分かんない、できないみたいな風になりがちなんですね。なので今回紹介していく方法っていうのはその間ぐらいになります。それなりに簡単なやり方でかつクオリティをすごく上げていくっていう方法になります。で、その工程が5つのステップに分かれておりまして、こちらになりますが、1つ目がフィルターのドライブラシを使って全体の画像を粗くします。で、2つ目が彩度を上げていきます。で、3つ目が画像全体に空の色を足していく。で、4つ目が、太陽の光を入れていく。で、5つ目最後が影をつける。この5つのステップになってます。で、この工程すべて Photoshop の基本の機能を使っておりますので、ある程度 Photoshop を触ったことがあって基本的な使い方分かってますっていう人にとってはすごく簡単なやり方になっております。で、さらに、今回使っていく方法っていうのは Photoshop 特有の機能っていうわけではないので、無料のフリーソフトの GIMP とかでも同じようなやり方で同じぐらいのクオリティで、アニメ風にすることができるのかなと思いますので、ぜひPhotoshop 持ってないよっていう人もこの動画見て参考にしていただければなと思います。では前置きはこの辺にして、実際に作業工程を見ながら説明をしていきたいと思います。では行きましょう。はい、では行っていきます。今回はこの写真を使って、アニメ風にしていきたいと思います。まずはこちらのレイヤーなんですけども、何が起こってもいいように後から戻せるようにレイヤーを複製しておきます。これで同じレイヤーが2つできました。ではこちらのレイヤー0のコピーという方にフィルターをかけていきたいと思います。工程の1つ目ですね、フィルタードライブラシで画像を粗くするというところになります。フィルターからフィルターギャラリーを選びます。そうするとこんな感じでいろんな効果が出てくるんですけども、この中のアーティスティックというフォルダの中にドライブラシという効果がありますので、こちらを選択します。で、ドライブラシこのように設定がいくつかあるんですが、なるべくこういった木のところとか床のところが、細かく写真って細かく表現されていると思うんですけども、粗くなるような感じで、設定してあげるといいと思います。例えばこのブラシサイズというのを小さくすると結構細かく色が出てしまっていますので、こうならないようにブラシのサイズを大きくしたりですとか、ブラシの細かさをちょっとちっちゃくしてあげるとどんどん色が潰れていってるのが分かると思います。で、潰れすぎかなと思うぐらいでも全然大丈夫です。今これぐらいになってると思うんですけど、これぐらいでも大丈夫なんですが、もう少しちょっと抑えめにしてみますかね。はい、では今回これぐらいでやっていきたいと思います。 OK で、確定します。ビフォーアフターですね。では2つ目の工程、全体の彩度を上げていきたいと思います。こちらのボタンから色相彩度を選択して、色相彩度のプロパティを出します。で、今回いじるのはこの真ん中の彩度というものですね。左に持っていくと白黒に、右に持っていくと色が濃くなります。で、一番色濃くするとこんな感じで色が潰れちゃうので、こうならないぐらいで、若干パステルカラーに全体的に色が近づくように設定していきます。今回はこのぐらいにしておきます。で、3つ目の工程、全体に空の色をのせるになります。今回は青空という設定で行っていきますので、全体に水色をのせていきたいと思います。同じくこのボタンを押して、ベタ塗りというところを選びます。そうすると今真っ黒になっているんですけども、一番この選択のところを右上に持っていって、ここで色を選択します。水色これぐらいですかね。でこのカラーピックは結構細かく色をこういう風に指定できるんですけども、アニメ風にする際には色は結構濃いめにした方がよりアニメっぽくなりますので、一番右上に持っていっておくことがおすすめです。ではこれで OK を押します。でこのままだと、色ベタ塗りで、全部塗られた状態になっていますので、このベタ塗りの、ブレンドモードを変更していきます。ベタ塗りを選んだ状態でこちらの通常と書かれたところのプルダウンメニューを押すと、ブレンドモードがいろいろ表示されます。こんな感じでどうやって色をのせていくかっていうのを選んでいけるんですが、今回はソフトライトを選びます。そうすると画面全体が少し淡くこの色が乗っているような感じになると思います。では次4つ目の工程ですね。太陽の光を入れるという工程になります。このベタ塗りを右クリックでレイヤーを複製します。名前は何でもいいです。今回は特に変えずにいきます。2つ同じ色をのせておりますので、ちょっと濃くなっているのがわかるかと思います。では色を変更していきます。ここをダブルクリックするとカラーピッカーが再び出てきますので、今一番右上にあると思うんですけども、これを下には下げず左にグッと持っていきます。で真ん中より少し左側、これぐらい明るいところの色に変更します。これで OK を押します。そうすると全体が少し明るくなったのがお分かりになりますでしょうか。で、この状態でブレンドモードをスクリーンに変えます。そうすると全体的にちょっと白っぽくなりましたよね。ただこのままだと、何か何だか分からなくなっているので、この上の部分だけ光が入ってきているような表現にしたいと思います。このベタ塗り、2つ目に作ったベタ塗りのレイヤーマスクを選択します。でレイヤーマスクをグラデーションツールを選択して、グラデーション基本のフォルダの中に白黒が2種類入っていると思うんですけども、これはどちらでも大丈夫です。今回は一番左のこちらのプリセットの白黒を選びます。でこの状態でグラデーションを下から上へ持っていってあげると、こんな感じで上にだけ光の色が乗ったような演出になります。ただこれでもちょっと効きすぎなので、少し透明度で明るさを調整していきます。ビフォーアフターですね。ではここまでで、ビフォーアフター写真のものと確認してみます。結構ここまででもそこそこアニメっぽくなったと思うんですが、ここにさらに影を足していって、アニメっぽさを出していきたいと思います。このレイヤーのコピーというところの上に新規レイヤーを作ります。多角形選択ツールを選んで、今回ここから光がこう入ってきてるので、影がこういう感じでできるんじゃないかなという想定で影を作っていきます。でこの影を作る時なんですが、こんな感じでざっくり直線的な影をつけていきます。でこの選択範囲を作ったところに塗りつぶしツールで色を黒に選択して、選択したところを真っ黒に塗りつぶします。でこの状態だとただ黒が乗っただけになってしまってますので、こちらの不透明度を下げて、こんな感じで影っぽくします。現実世界ではこんな影のつき方しないと思うんですけども、逆にこれくらいの違和感を出した方がよりアニメっぽくなるという内容になってますね。同じような感じで別のところにも影をつけていきます。はい、こんな感じで影をつけていきました。影のありなしを比べてみましょう。こんな感じで、かなり適当につけた影なんですけども、影があるだけでよりアニメっぽさが増したかなと思います。では最後にここにイラスト、アニメっぽいイラストを乗っけていって、これ一番上のレイヤーになっちゃってるので、色合いの下にのせていくとこんな感じでなじみますね。はい。以上で写真をアニメ風にする、やり方の完成になります。では次にこのような夕方のアニメを作っていきたいと思います。で、元の写真がこちらですね。先ほどと同じようにレイヤーを複製しておきます。フィルターのギャラリーからドライブラシを選択します。で、この辺調整していいところを見つけます。こんぐらいでいいですかね。結構適当でも大丈夫です。OK にします。はい。で、今回の写真、ちょっとこの自転車に乗ってるおじさんが邪魔なので、スポット修正ブラシを使って、結構ざっくり雑に消しておきます。この辺ちょっとガチャッとしてますが、まあいいとします。で、先ほどと同じように、色相サイドで、色をちょっと濃くしていきます。これぐらいですかね。で、今回は夕焼けの空になるので、オレンジっぽい色をベタ塗りで作っていきます。これぐらいかな。はい。で、同じくソフトライトでのせていきます。続きまして、太陽光の光を作っていきます。こちらのレイヤーを複製して、色を少し左側にずらして明るくします。で、これのブレンドモードをスクリーンに変更します。で、今回光がこちら側から来てるような、左斜め上から来ているような感じになりますので、グラデーションツールで光のところのブレンド、レイヤーマスクをこんな感じで消していきます。で、これちょっと効きすぎているので、不透明度で調整します。で、こっちのオレンジ、下のオレンジの部分、ソフトライトだとちょっと明るすぎるのかなと今回思ったので、オーバーレイにしてみますね。すると少し、もうちょっと濃い感じで乗っていきます。あと、色ももうちょっと濃くしましょうかね。赤っぽくしていきます。これぐらいにしましょう。はい。こんな感じで夕方っぽくなりましたね。で、最後に新規レイヤーを作って、こんな感じで影を作っていきます。選択範囲を作って、塗りつぶしツールで選択した部分を黒く塗りつぶします。で、不透明度を下げていくと、いい感じで影っぽくなりますね。夕焼けなどでもうちょっと影濃くてもいいかもしれないですね。これぐらいにしましょう。同じような感じでもう一度、新しいレイヤーを作って、今度はここのお店のこの正面部分ですね、暗くしていきましょう。で、結構雑に選択範囲作って大丈夫です。こんな感じで選択をして黒で塗ります。で、不透明度をちょっと下げていって、こんな感じで影を作ります。で、今ここの電柱にも影がかかってしまっているので、ここに関しては消しゴムツールでいらないところは消していくっていう感じですね。はい、こんな感じになります。後からこんな感じで調整できるので、選択範囲も結構適当に選んでもらっても大丈夫ですね。で、最後に、女性のアニメっぽいイラストを載せていきます。背景の大きさに合わせていきます。ちょっと大きいかな。こんなもんかな。はい。で、このアニメですね、のイラストが、こっちから光来てるんですけども、こちら側に影がついてて、ここがちょっと不自然になるので、変形から水平方向に反転しておきます。で、さらに、このキャラに影がないとおかしいので、同じくレイヤーを新しく作って、同じように影を作っていきます。これももっと本当は、こだわった方がクオリティは上がってくると思うんですけども、結構これぐらいざっくりでもなんとなく雰囲気は出てくるかなと思います。こんな感じですね。まあ、でもちょっとこの辺おかしいので、この辺だけ消しゴムツールで少し消しておきましょうかね。こんな感じで消しておきましょうね。はい、ではビフォーアフター確認してみましょう。はい、結構いい感じになりましたね。以上の5つのステップを使っていけば、誰でも簡単に結構早く写真をアニメ風にすることができます。で、さらにこの写真なんですけども、この写真みたいに空が結構はっきり見えているものに関しては、ここの部分だけ切り抜いて別の背景、空の素材にしてあげるともっとアニメっぽくすることもできます。で、作ったものが、事前に作ってたものがこちらなんですけども、こんな感じで絵っぽい空の足してあげるとよりアニメっぽくなりますね。あとは、こんな感じでアニメイラストの方にも影をきちんと追加してあげてたり、色合いを結構いろいろ調整してよりアニメっぽくしてますね。あとはここら辺の遠くの方っていうのは空気遠近法というもので、より空の色に近づくようになると思いますので、こういう感じで遠目だけ、遠目の方になるほど少し淡くしてあげるとさらにいい感じになります。いかがでしたでしょうか。結構 Photoshop の基本機能しか使っていないんですけども、10分ぐらいで写真をアニメ風にできるようになったかと思います。これを見ただけですとなかなかわからないっていうこともあるかとは思うんですが、実際にやってみると意外と簡単なので、これを見てできそうだなと思ったら是非 Photoshop で試してみてください。また無料のフリーソフトの GIMP とかでもおそらく同じような演出は可能だと思いますので、これを参考に、GIMP などでも作ったものを Twitter などで皆さん上げていただいて、僕にリプ飛ばしてくれてこんなの作れましたよみたいなのを送ってくれると、僕もお役に立てたんだなと思えますので、是非これを見て役に立ったなと思ったらご自身で作ったものを載せてみてください。やっぱり自分で作るっていうのが一番上達への近道になりますので、これを見るだけじゃなく作ってみることをおすすめします。では、このチャンネルが良かったなと思ったらいいねボタンを、もっとこのチャンネルを見ていきたいなと思ったらチャンネルの登録もお願いいたします。 Twitter、Instagram などでも作品を上げていますので、是非、フォローの方お願いいたします。ではまたお会いしましょう。